前回の動画で翔平が企業チームの監督をやることになったというご報告をしました。そして今回は EBC の試合に初めて参加をして、実際に試合に出ている、そしてプレーをしているシーンをご紹介したいと思います。そして EBC の選手の出身校やさまざまなご紹介もしていきたいと思います。最強リーグプレイドジャパンの他に、ダイヤモンドリーグなど他にもいろいろな大会に出ていきますので、もし対戦する機会がありましたら、ぜひともよろしくお願いします。それでは試合の方どうぞ。まあ基本エンドラン行きましょうか。なるべくね、スコアリングポジションに。そうそう、こっからまあ叩きでもホームランだけして、はい、行きましょうか。よっしゃ、はい、だからね、よっしゃ、はい、はい、本日はこのようなスタメンとなっております。対戦相手は渡辺ツインズさん、戸田市一部です。最強リーグの決勝トーナメントで本日試合をしております。さあ、先発は奥田投手、マックス146キロ、池田高校から関東大学栄準硬式野球部出身。細いんですけどね、すごい体が柔らかくてすごくいい球を投げます。素晴らしい球です。さあ、はい、これ追い込んで三振と、素晴らしいね、立ち上がりですね。さあ、そして2番バッター、はい、真ん中にストライク、はい、ポン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 入ります、ストライクが。はい、まっすぐとスライダーの組み合わせで三振と、はい、ツーアウト。この変化球の曲がりのエグさ分かります？素晴らしいです。はい、こちらセカンドフライとなり3人で切ります。素晴らしいですね。そして EBC 先頭近藤選手、このバッター本日のキーとなります。国際武道大出身、千曲川硬式野球部出身ということで、守備猿潤さんと同じ大学、後輩ということですね。はい、こちら、はい、こちら左中間にいただき、オーバーですよ。はい、こちらツーベースということでね、リプレイ見てください。しっかり引き込んでね、打ってますね。チャンスですよ。はい、こちら2番松本選手、サードライナーということで、結構ねいい当たりだったんですけどね。そして3番の中西選手、翔平個人的にねお気に入り選手でございます。とっても可愛らしいですよね。はい、中西選手バコーン来ました。はい、右中間ですよ。これはまさかのね、しっかりとね打ってね、ダッシュもしてますよ、足も速い。これは、はい、1点先制して、そこから中西選手ダイヤモンド一周ということで、ランニングホームランということで EBC2 点ゲットとなります。翔平参加の初試合でねホームランなんて喜びますよ、さすがにね、嬉しい限りです。素晴らしい、この1番3番のこの逆方向、素晴らしいと思います。そして4番の東京学館浦安から城西国際大の野口選手はフォアボールとなります。そして5番いなべ総合高校、アメリカ独立リーグ出身、加藤光大選手、セカンドですね。はい、こちらピッチャーゴロ、セカンドアウトでファーストはセーフ。さあ、ここで翔平の打席です。さあ、初打席期待したいところですが、加藤選手走った、これは盗塁アウトということでチェンジとなりました。お預けですね、次回の回に期待です。そして2回の表、さあ、パコンと打った打球はセンターフライとなります。センター野口選手取ってアウト。そしてお二人目、はい、三振と、素晴らしいピッチングですね。そしてあっという間に2アウト、はい、変化球で空振り、素晴らしいですね。はい、こちらねスライダーがすごいキレッキレですよ、本当に。はい、まっすぐ、素晴らしい。さあ、追い込んだところで、はい、こちら、はい、こちら、素晴らしい三振で三者凡退となります。
さあお待ちかねです、しきりなし翔平 EBC 初打席。さあレベルの高いチームでやりたいということでお腹は出ております。最高絶好調です。さあ本気出してますよこれね。はい、最初ね、まあこのようなねスイングをしております。ちょっとあの地に足がついてないような感じでしたね。ちょっとはね深いですかね、掘れてるところがね。さあ2球目、はい、こちら変化球を余裕で見逃したふりをしております。ベンチからの声でねプレッシャーを感じつつ楽しんでおります。ワンワンからこちらね、はい、高めをね飛ばしてやろうと思ったらちょっとこうタイミングを逃しましたね。まあ僕の課題はタイミングなんでね。さあ追い込まれました、これは大変です。はい、こちらねボール見逃しております。お腹もしっかり出ております。絶好調の証なんでね。さあ2-2となりましてね、ここはまあゆっくりね翔平の打席見ていきましょう。さあ2-2となりまして、このあと狙い球来たら打つんですけど、これねはいネットに当たって、落ちたらファールということで、インフィールド内に落ちてもファールってことなんで助かりました。そして2-2となりまして、こちらボールフルカウントとなりましてね、ちょっとベンチのね熱気がねすごいんですよ。プレッシャーも感じておりますが、さあしっかり狙っていきたいなっていうところ、はい、これね打ってしまいましたよ。さあ初打席レフト前ヒットということで、記念すべき1打席目はレフト前ヒットとなりました。そして7番の早川選手、はい、追い込まれてたんですけどね見逃し三振ということでワンアウト。そして8番の星選手、普段はピッチャーだったんですけどね今回は人が足りないということで今回は野手で出ております。さあこのファールボールどこに当たったんですかっていうところですけどね、太ももらしいですね。さあワンアウトランナー一塁、まさかの翔平が走塁で警戒されるというそんなことがあっていいのかとちょっと普段の僕じゃ考えられないですよね。はい、こちら変化球で三振となりまして2アウト、2アウト平井選手、はい、こちらショートゴロでアウトとなりましてチェンジということで2回の裏終わりです。さあ0対2でね3回表奥田投手変わらず素晴らしいピッチングを見せてくれています。さあお次サードゴロ中西くん、はい、送球優しかったな。さあ2アウトなりまして、はい、こちら左中間方向打球ですけどセンターがね寄っていたのでねアウトとなりました。素晴らしい守備位置、ナイスファインプレー。そして3回の裏バッター近藤選手から先ほどツーベース打ってますんでね、はい、こちらセカンド強襲で抜けてライト前となりました。安打ですね、あと3ベースとホームランでサイクルヒットですよ。さあチャンスチャンス、はい、松本選手はバントでアウト、犠打となります。さあ前回ホームラン打ってますよ中西選手、サードゴロ、はい、送球アウトとなりまして2アウトランナー2塁、野口選手はパコーンといい変化球にねうまくね捉えきれず三振となってしまいましたが、4回の表奥田投手が素晴らしいピッチングをしている中、相手の渡辺ツインズさんも負けまいとセンター前を打っていきました。ナイスバッティングです。そしてお次のバッターはセンターフライ、すごい高いですね、力がありますよ。さあワンアウトランナー一塁からセカンドフライアウトとなります。加藤選手ナイスキャッチ。そして走った、はい、追い込んだところね決め球と思ったんですけどボールだったんでね、はい、ランナー二塁でこれはねすごくうまいとこ押しましたよ。
はい、さあ渡辺ツインさんも1点返しました。すごく惜しかったですね今のね。しょうがないです。はい、こちらランナーが飛び出してしまいアウトとなりまして、なんとかチェンジとなりました。今回はここまでです。次の動画もぜひともお待ちしております。たくさん見てたくさんコメントしてね。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー、いけいけいけ、そうそうそう、視聴兵 TV2022 年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。